レンタルバイクでアンコール遺跡群を巡りました。今回は続きから、低予算で東南アジアを周遊する、ヘトヘトなので宿に戻ります。帰りに両替所に寄りました。スイケアンカレンシーエクスチェンジ、場所はここオールドマーケットの近く。口コミで良さげだったので。宿近くのコンビニ、部屋でゆっくりしたい。宿に戻ってきました。念のためバッグにはワイヤーロープと南京錠で防犯対策をしています。少し部屋でゆっくり過ごします。基本コンビニは割高です。家事は日本と大差ない感じ。このカフェオレ的なやつは美味しかったです。なんだか体調が悪くなってきました。お腹が下り、熱っぽさも。スーパーで買い込んで、宿で休むことにします。アンコールマーケット。大型の、綺麗なスーパーマーケット。場所はここ。タブストリートがここ。歩くのはきついかな。薬も置いています。買いは日用品も。薬は1回。英語なので何の薬だかわからない。翻訳する気力もない。帰って寝よう。宿に戻りレンタルバイクを返しました。バイクと引き換えにパスポートも戻ってきました。食欲はあるのでサンドイッチを。期待通りの味。明後日はタイに入国するのでそれまでに体調を戻したい。国境越えが過酷らしいので、今日は大晦日。熱が上がってきたな。もうすぐカウントダウン。タブストリートのカウントダウン行きたかったな。宿の中にあるバーも賑やか。
ベッドの上で年越しです。日本から持ってきた薬は整腸剤だけ。バスでの国境越えは数時間トイレに行けない状況もあるので。ちなみに日本でおむつを買っておきました。かさばるので1枚だけ持ってきています。ちなみに今回の荷物、別の機会に紹介させてもらいます。このタイミングで熱を出すとは、疲れも出たのかな。とにかく水を飲んで寝る、を繰り返します。翌日、少し体調が良くなってきました。今日は無理をせずベッドで過ごします。水を飲んで寝る、を繰り返しました。まさに寝正月。夕方になりました。だいぶ体調が回復したので夜ご飯を。レストランストリートナンバー20、場所はここ。泊まっている宿のすぐ近く。明日はいよいよ国境を越えるので最後のカンボジア飯。病み上がりなので優しめのメニューを。サワースープ 2.5 ドルをオーダー。飲み物は自分で冷蔵庫から取る感じ。いただきます。明日に備えて早めに就寝します。次回は国境越えの様子をお届けします。次回へ続きます。このチャンネルでは旅に必要な情報をコンパクトに配信しています。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。